今日の勝負を部長園崎美音が預からせてもらうよ。勝負方法と日時は未定。ギャラリーは多い方がいいね。雛見沢も沖宮も全ての人間の目の前でこれ以上ないくらい徹底的な決着をつけてあげるよ。逃げる気ですの？いくら美音さんでも卑怯ですことよ。ひよこが生かされたことにまだ気づかんか。また会いましょう。せいぜい首でも洗っとくことね。なんざ逆さにして三途の川に叩き込んでやるぜ。逃げるな、ミオン。部長なら逃げるな。俺と戦え。あ、ごめん、ケイちゃん。私これからバイト。うん。ケイチ君がゲームしてる間に、ミーちゃんに電話があったの。残念だね。せっかく暑くなってきたのに、ついてないよ。おじさんの店でさ、特売にお客が殺到してるらしくてさ、レジが足りないから助けてって電話があったんだよ。おじさんって、なんだ、スーパーの店長でもやってんのか？ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するのを常識で読めないのかね。店員足りないのに卵一パックお一人様一点限り10円なんてやるな。私こそ頭がじんじんしびれるくらい燃え上がったよ。特にケイちゃん、怖かった。あの場で本当に噛み殺されるんじゃないかって思ったね。お仕事だから仕方ないけど、本当に残念だね。この続き本当にやりたいですわね。いつがいいでございましょう。綿流しのお祭りでやるのなんていいですよ。綿流し祭五経爆刀か。そうだね、考えておくかな。
私、週刊漫画みたいないい加減なノリ大好きなんだ。こんな痛快な部活が近いうちにまたできるといいね。今日はみんな本当にありがとう。おかげでイベントは大盛り上がりだったよ。大したものじゃないけど、これ今日のおだちんに。あ、よしろおじさん。私にはないの？おだちん。あらあらあら、かわいいのが出てきましたわよ。ってことは俺のもかな。の、なんだかやたら可愛いのが出てきたぞ。出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうかキュートっていうか、可愛いのは認めるんだが、着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日からアレな趣味の人扱いだね。うん。ミオ、どうだ？お前はいらないか？え？あ、私？いいよ、別に。私には似合わないっていうか、変だよ。変でしょ？変に決まってる。そうか？変とまでは思わないけど。だって、私に人形だなんて。ね、猫に小判？似合わないって。いや、そこまでは。まあ、ミオは花より団子タイプだけどさ。そうだよ。ケイちゃん、変なこと言ってびっくりさせないでよ。そうか、ミオンがいらないって言うんなら、あそこのお兄さんたちにでもやるか。え？ゲゲ！何もあげなくていいんじゃない？
じゃ、ミオンがもらうか。そうじゃなくてさ。わかったよ。それじゃ、これは部活の備品にしよう。教室に飾っておくから、部活メンバーはお持ち帰り自由ってことに。え？あ、うん。そうだね。みんなのものになるんなら、それが一番。よろしくね。それじゃあまた明日学校で。もうちょっと街で遊んでいく？それとも帰るかな？暗くなると道が怖いですよ。では引き上げ時ですわね。今日は本当にいっぱい騒ぎましたわ。そうだな。よっしゃ、帰ろうぜ。レナがああなっちゃ悪いけど誰にも勝ち目はないな。だってすごい可愛いカルタだったんだもの。ほら買っちゃったんだよ。リカも相変わらずですわ。リカにかかれば男どもなんて赤子の手をひねるようなものですわね。楽勝だったのです。どこまで計算づくで、どこまでが天然なのか。リカちゃんの行く末が実に怖いな。サトコちゃんだってすごかったね。最後は大盛り上がりだったよ。褒められるようなゲームではありませんでしたよ。あはははは。ケイチも最後はとうとう牙を抜きましたです。ん？まあな。俺は追い詰められてからが強い男なんだ。富田さんたちなんだかすっごく応援してましたけど、なんでですかしらね。富田と岡村に何か約束してましたです。きっと内緒話なのですよ。内緒話。なんだろうね。男には時に戦いを通じてしか語り合えないものがあるんだよ。見てごらんなさいませ。夕日が綺麗でございますわよ。
午後の授業ってさ、どうしてこう眠いんだろうね。眠いことに医学的説明が必要かよ。話してもいいが、もっと眠くなるぞ。ああ、堪忍して。なんだからもっと頑張らないと。寝ちゃダメだよ。私さ、クラス委員長じゃなくて水泳部の部長がいいんだよ。いっぱい寝れるから。お？してその心は？水泳部なだけに睡眠食いなんちゃって。お後がよろしいようで、今日はこれくらいにしましょう。院長、号令。起立。気をつけ。さあ、楽しい部活の時間ですのよ。よっしゃ。そうだね。今日は何をしようかね。ねえみーちゃん、今日は昨日のイベントの続きにはならないの？そうそう、そうですわ。あれだけ大盛り上がりして尻切れトンボでは納得がいきませんのよ。まあまあ、気持ちはわかるけど、またの機会にしようよ。放課後の教室なんてしみったれたロケーションじゃなくて、もっと晴れの舞台でさ。俺はいつでもいいけどな。決勝戦は後輩たちも立ち会わせる約束になってるんだ。あらかじめ日取りを決めてほしいぜ。わあ、ケイチくんすごい。応援してくれる人がいるんだね。いるんだね。レナにも応援してくれる人いないかな。手は抜けないけど、レナの優勝俺が祈ってるぜ。レナ殺しのケイチなのです。でもそのレナはサトコやリカちゃんキラーなわけでしょ。確かにレナさんには勝てないかもしれませんけど、私たちはケイチさんには負けませんでしたよ。へえ、なんだか面白い相関図だな。俺たちの強さってじゃんけんみたいに相性があるわけだ。でもそれミヨンが抜けてるな。当たり前でしょ。私相性なんか関係なく誰にでも負けないし。
ーて、ぼちぼち始めようかね。うん。それでみーちゃん、今日は何をやるのかな、かな。今日はさ、ちょっとシンプルに行ってみようかね。大道具を使ったゲームばかりってのも大味で良くないでしょ。どんなゲームでもみんなでやれば大盛り上がりしますです。うん、そうだね、そうだね。私は楽しくないですわ、草むしりなんか。あ、やっぱりか。っていうかさとこ、人の表情を見て考えを読むのはやめろ。ケイチ君は顔に考えてることがすぐ出るからね。すぐ分かっちゃうんだよ。説明するよ。今日のゲームは割とパーティーゲームでは知られてるやつなんだけどね。シンパシーって言うんだけど、聞いたことある人いる？みーちゃん、それひょっとして。お題目を決めてみんなで連想する言葉を書いて、同じ答えを書いた人が多ければ多いほど得点っていうゲームかな。だったらレナ知ってるよ。知らないゲームでしたよ。説明してほしいですわね。まずね、親がお題目を決めるんだよ。例えばデザートっていうお題目を決めたとする。さとこはデザートって言われたら真っ先に何を思いつくかな。そうですわね。例えばプリンとか。オッケー。だったらさとこは手元のメモにプリンって書くわけで、全員で一斉の背で答えを公開し合う。で、プリンって書いた人が2人以上いれば得点。いればいるほど高得点だから、全員が同じ答えだったら最大5点入るわけ。つまりみんなと同じ答えになるように考えるのがコツなのです。さとこのために
1回だけ練習をしてみましょうです。オッケー。親は部長である私でいいよね。お題目を何か適当に。じゃあ一回だけ練習せんね。最初のお題目はかき氷。かき氷って言ったら決まってるよね。公開するよ。いっせーのーせ。メロン。お前らイチゴなんてスタンダードなつまんねえの選ぶだよな。おいレナ、かき氷でイチゴなんか頼むかよ。夏祭りで一番早く売り切れるのはメロンって決まってるんだぜ。メロン味は好きだよ。でもやっぱりイチゴ味だよね。よね。ケイちゃん、確かに私も選ぶならメロンにするよ。だけどね、これは連想ゲームだよ。かき氷って言ったらまず人はイチゴでしょ。